ロクタですあのさ、ちゃんと話を聞いてくれないかな出し抜けにそんなことを言われました。あれはそう、5年前の夏の話。俺たちは祭りの準備をしていました。最終日の最後の演目。クライマックスを迎えるその日に、俺たちは山場を迎えることになっていました。 仲間と一緒に時間を共有する。触れ合いながらみんなで芸術を作り上げる。異なる個性が集結した俺たち。考え方やコミュニケーションも人それぞれ違います。そうですね。大きく三つに分けると、やたらと声が大きくて行動が早い人。 人との調和を大切にして空気を読む人、とにかく理屈で人を理解しようとする人、それぞれの人たちに優劣はありません。しかし、コミュニケーションの仕方が大きく異なるため、その状態では日本人特有の通過とか、あうんの呼吸とかには、なかなか、届きません。 なりませんどういうことかっていうと行動動が早い人は動くことを優先します何らかのアクションを起こすことが最も重要と考えますので慎重な空気を読む人を見ていると行動が遅いと感じて非常にイライラしますそうですね口癖はやってみようやればわかるよって感じでしょうか 逆に空気を読む人は行動が早い人を見て同様にイライラします。そうですね。口癖はちょっと待ってくれるって感じでしょうか。空気を読む人は行動が早い人をちょっとあの人行動早すぎ。見切り発車も多いからミスも多い。そんな風な目で見ています。一方、 理屈で理解しようとする人は、つじつまが合わないと行動できません。この理屈で理解しようとする人には、行動が早い人はイライラマックスですし、空気を読む人は面倒くさいと感じます。そういう違いを踏まえた上で聞いてもらいたいのですが、あ、俺は空気を読む人ですね。俺たちは演目のリハーサルをしていました。 なかなか進行しない状況に痺れを切らしたのは行動が早い人。とにかく前に進まないことに逆上して、周りの人にを怒鳴りながら話を進めます。当然ながら、周りの人はどん引きでして、脳みそがフリーズしてしまい、考えろとか、言ってみろとか言われても即答することができません。 しかし、当の本人にはそのことが全く伝わらず、まあ、なんというか平行線なんですよね。行動が早い人は動かないことに不安を感じ、怒鳴り続けるのですけど、空気を読む人は場の雰囲気が激悪なので、早くこの場を逃げ去りたいと感じ、理屈で理解しようとする人は理屈が合ってない話をす理解することができません。 実際はこんなにシンプルな話ではないのですが軽く3つのタイプに分類をしてみてもコミュニケーションが難しいことはわかりますよねそうあなたが思っているほどコミュニケーションは簡単じゃないんですよまあこの辺をじっくりと学んでコミュニケーションのプロになりたい人は X ブッダという教材がとても良いんですけどさて行動が早い人がイライラしたからではなくて 問題がある場合は解決が必要です。俺たちはいろいろな試み、つまりテストを繰り返し、最も自分たちが楽しめるもの、お客さんも楽しめるものを模索します。俺も一生懸命に探りながらその場にいました。が、なぜかこう言われました。あのさ、ちゃんと話を聞いてくれないかな 本当はもっと荒い口調でどう喝かというぐらいその場にいる人を嫌な気分にさせる感じでした。行動が早い人は気が短いんですよ。その時の俺は思考が停止してしまい、なぜ相手がそんなに激怒しているのかも一切理解ができませんでした。まあ、今では X ブッダのおかげで結構わかるようになったので、本当にコミュニケーションが楽になりました。 そう、生きていてタイプの違う人とコミュニケーションを取ると多少なりとも気持ちのズレというか摩擦が生じますあなたがクライアントを見つけてこれから関係を築いていこうと思う時にも同様に摩擦が起こることがありますまた普段はとてもフレンドリーでも実際に一緒に仕事をすると豹変する人もいますので気を抜いてはいけません あなたにクライアントの選択肢がたくさんあるようでしたら多くの中から自分に合った人と組めば良いですしかし相性はいまいちでも商品が最高でぜひ一緒に仕事をしたいと考える人でその人しかいないとあなたが思うなら選択の余地はないんですよそういうふうに合う合わないがあるとしても あなたとクライアントの間で必ず必要なのはクライアントの夢、希望、欲求を叶えること。そのためにあなたはクライアントから1ミリも漏らさずに全ての目標を聞き出す。そういう必要があるんです。覚えておいてください。クライアントの欲求を的確に知る。そのことをしていないとポイントがずれ、あなたの仕事が的外れな結果に終わります。あなたはクライアントから やたらと管理されるようになり、えー、がっかりされ、嫌われ、仕事は失敗します。逆に、ですね、もしあなたがクライアントの意向をしっかりと的確に捉えていれば、あなたはクライアントに影響を与えたりとかですね、もう好かれて、大好きってって好かれて、仕事は成功に終わるんですよ。 いいですか今回はマインドセットも載せておきますのでよかったらブログの方見ておいてください。